25日、教育旅行で台湾から愛媛県を訪れた高校生が、今治西高校博多分校の生徒たちと交流を深めました。この日は、今治西高校博多分校の2年生27人が出迎える中、台湾の新平市立金和高級中学の生徒21人と教職員3人がバスに乗って分校を訪れました。そして体育館に両校の生徒が集まり、歓迎セレモニーをはじめ、昼食や伝統文化を通して交流しました。この交流事業は、四国4県や観光団体で作る四国ブロック広域観光振興事業推進協議会が2011年から行っているものです。若い世代の交流を拡大することで、国際相互理解を深め、国際交流の多様化、活性化を図ろうと、台湾からの教育旅行の誘致に取り組んでいて、着物や茶道をはじめ、道後温泉や松山城の見学、しまなみ海道でのサイクリングや潮流体験など、四国独自の伝統文化や自然、歴史を体感することができるコースが用意されています。ニーハオ、こんにちは。ようこそ博多島へ。博多島は、この取り組みの特徴は、民泊などのホームステイや体験学習を重視していることで、日本の学校との交流が必須項目に挙げられています。博多分校での交流事業は今回が初めて。この日訪れたのは、台湾の新平市立金和高級中学の日本でいうと高校1年生から3年生で、日本への教育旅行を希望した生徒たちです。歓迎セレモニーでは、各校の分校長、校長、生徒代表が挨拶をし、お互いに記念品を交換。博多分校は郷土芸能部の部員が伝統の天狗太鼓で、また金和高級中学の生徒はダンスや歌のパフォーマンスで会場を和ませました。そして生徒たちはグループに分かれて自己紹介をしてから教室へ。博多分校の給食をみんなで味わいました。いただきます。ナイス。その間、生徒たちは事前に用意した冊子を使って英語で話したりして、お互いの学校生活やそれぞれの地元での暮らしについて伝え合います。給食の後は日本伝統の茶道を体験。まずはじめに茶道部の生徒が歴史や作法について説明をして見本を示した後、金和高級中学の生徒が挑戦しました。分校の生徒はこの日のために事前に作法を稽古していて、学んだことを思い出しながら台湾の生徒たちをリードします。もわ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 プリーズプリーズUp and down. Oh, oh. And speed. Speed. 不是，这样子要怎么快 ？OK, OK. また、金和高級中学の生徒たちは
慣れない正座の姿勢や作法にも積極的に取り組み、日本の伝統を尊重しながら抹茶を楽しみます。なかなか言葉が通じず、お互いに戸惑う姿も見られましたが、身振りや友達との協力で次第に打ち解け、生徒たちは SNS のアカウントを教え合うなど、高校生らしい交流もしながら、和やかな雰囲気で親睦を深めていました。金和高級中学の生徒たちは、このあと香川県へ移動し、うどん作りなどを体験。5泊6日の滞在を終え、26日に日本を経ったということです。好玩。Yes. Yeah. 最有趣的地方。刷那个茶。啊，什么？然后还有跟他们一起吃午餐。あれなんていう？あの、お茶の。はい、3、2、1。ここはマナーショット方が絶対ええで。Do you have a step?